このまま乗っける形で、はい、こんな感じで、これを中にググッとぶっ込みます。はい、こんにちは、パーカッション高文です。もっといい音届けたいパーカッションのためのマイキング&エンジニアリング研究第2回ということですね。今回もやってまいりたいと思います。はい、前回第1回の動画は見ていただけましたでしょうか。前回の内容はですね、カホンを前から後ろから計4本のマイクを使って撮ってみようという内容だったんですけども、いや、お前そんなにマイク持ってねえよと、あるいはライブでそんなにマイク立てられねえよと、他にね、バンドメンバーもいるのにカホンに4本なんか立てられねえよと、いうね、心の声がすごい聞こえましたので、今回はね、1本だけを使ってライブを想定して1本だけを使ったマイキングっていうのを考えていきたいと思います。はい、で、ちょうどいいご質問を視聴者さんからいただきましたので、読み上げていきたいと思います。質問は、カホンの中にバウンダリーマイクを入れて音を取ったら、どんなカホンでも同じようなサウンドになってしまうというのは本当ですかっていうね、ご質問いただきました。はい、このご質問の意味わかりますかね。バウンダリーマイクってね、いわゆるこういう奥型のマイク、まあ、これよくね、ドラムのバスドラムの中だったり、カホンの穴の中に入れて音を取るというやり方をするんですけれども、これをやるとカホンの機種によらず同じようなサウンドになってしまうのではないかというね、ご質問です。はい、これはね、僕初めて聞いたんですけども、まあ、確かにそんなような気もするみたいなね、気はしますね。僕たちこの穴の中の音を聞けないじゃないですか。なので、今回ですね、いろいろと機種を取り揃えました。 DG カホンですね、キャラクターが違うの4種類揃えましたので、それぞれ、同じ設定でこのバウンダリーマイクを使って音を取って聞き比べてみたいと思います。はい、はい、で、今回使うマイクは僕がよくライブで使っておりますオーディックスの ADX60 というバウンダリーマイク、コンデンサーマイクでございます。で、これ以外のマイクですと、他に手話のベータ91というバウンダリーマイクも結構有名で使っている方が多いですね。ライブハウスなんかで置いてるところもあるかなと思います。いや、そもそもバウンダリーマイクなんか持ってねえよという方もね、当然いらっしゃるかなと思いますので、今回これに加えて楽器用マイクの大定番であります手話 SM57、 これも使って撮ってみたいかなと思います。はい、マイクのセッティングの仕方としては、中でマイクが動かないようにこのように自作の滑り止め座布団を使って、57はこれに埋め込みます。はい、ADX60 の方は下に滑り止めがついてますので、このまま乗っける形で、はい、こんな感じで、これを中にグググッとぶっ込みます。はい。で、中の位置関係としてはこんな感じですね。57ちょっと長さがありますので、なるべく座面から離す形で置いて、ADX60 の方はちょうどカホンのど真ん中に当たる位置にセットします。はい、ではカホンの中にマイクを入れて撮ったら、本当にどのカホンでも同じような音になってしまうのか、あるいはちゃんと違いが出るのかっていうのを聞き比べていただきます。ADX60 と SM57 それぞれノン EQ 何もいじらずですね、もう取ったままの音を順番に聞いていただきます。どうぞ。
はい、という感じでした。いかがでしたでしょうか。結構違い出たんじゃないかと思いますけれども、どうでしょうか。特にこの ADX60 の方はちゃんと楽器の個体差、キャラクターっていうのがね、聞き分けられる、判別できるぐらいには違ったかなと思います。どっちかというと SM57 の方が割と同じ感じ、近い感じのサウンドになってしまったのかなと個人的には思います。はい、感想などあればね、ぜひコメントで教えてください。というわけで、中に入れてもですね、ちゃんと花本の個体差は出るという内容でございました。はい、はい、ではここからはさらに実践的なライブを想定した音作りっていうのを考えていきたいと思います。はい、もうこれ取った出しの音聞いていただいて、あ、それでいいなと思ったらもうそのままでも構わないと思うんですけども、一応僕がよくやるパターンっていうかね、がありますので、それで一回聞いていただきたいかなと思います。具体的にはこのバウンダリーマイク ADX60 の方は低域をちょっと強調して中域をちょっと抑えるような形にしております。はい、で SM57 の方はこれ取ったままだと結構ボソボソっていうかね、中域が強い感じだったので、思いっきり高域と低域を上げて中域をカットするというような EQ でやってみましたので、聞き比べてみてください。はい、という感じでした。まあ、当然ですね、やる音楽ジャンルとかバンド編成によっても変わってくるとは思いますけども、まあ、大体僕いつもこんな感じでやるかなっていう EQ でやってみました。はい、で結構ね、57よくねっていう話になってくるんですよ。57だとね、ちょっと歪んだ感じの音なんですけれども、これが合う音楽ジャンルも当然ありますから、まあ、使いどころによってはね、全然これで問題ないというところでございます。なので、現場に行ってね、花本マイク立てなきゃいけない、マイクスタンドがないと、1回戦しか使えないといった時に、ね、57も中に入れてしまって、中域グッと下げて、低域高域を、まあ、お好みで、調整してあげれば、まあ、十分使えるかなといった感じでございます。はい、はい、じゃあ最後おまけで、まあ、せっかくこう2個入れたので、この音ミックスしてみたらどうなんのかなっていうのをやってみましたので、聞いてみてください。だいたい同じぐらいの音量で、やっておりますけども、ちょっとだけこのバウンダリーマイクの方を強くしております。この ADX60 って結構高域がシャリシャリした音が、聞こえるので、この、まあ、シャリシャリ感と SM57 のちょっと中域のね、歪んだっていう感じをこう混ぜたら、全てのフレーズが聞き取れるのではないかなと思いますので、聞いてみてください。
はい、という感じでした。どうでしたでしょうか。いや、お前ミックス下手っていうのがあったらね、コメント欄でアドバイスください。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回のまとめとしてはですね、バウンダリーマイクでも、ダイナミックマイクでも、カホンの中に入れて、とっても、ちゃんとカホンの個体差は出るよと、いうことでございました。バウンダリーマイクでこう、置くだけ、中に入れるだけなんで、すごい楽ちんで便利なんですけども、まあ、なきゃないで、例えば SM57 とかをね、中に入れて、EQ を、まあ、お好みで調整してあげれば、まあ、ジャンルによっては全然使えるというところでございましたので、参考にしてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報を毎日マニアックに発信しております。参考になった、面白かったよという方はですね、シェア拡散していただけますと大変嬉しいのでよろしくお願いします。はい、またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様も大募集しておりますので、気になる方はですね、概要欄をチェックお願いいたします。また毎週日曜日は YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひ参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。